www.videonews.com。僕らもあの傍聴できなくて、あの昨日の裁判、結局20倍くらいなんですよ。昨日、まあ、東京電力の、まあ、刑事、事件の、まあ、第一審の判決が出ました。まず判決そのものについての郷原さんの見方を教えてください。はい、あれだけ重大で悲惨な原発事故が起きて、はい、まあ、今なお、避難中の人たちもたくさんいるという、まあ、現状を考えると、まあ、多くの被害者遺族の方々にはもう絶対こう納得できない判決結果だということは、まあ、私も重々わかるんですが、やはり刑事の判決としては、まあ、こういう結論になるだろうなということは、私はあの事故が発生した当初から、思ってました。刑事事件で有罪にするというのは極めて難しいと考えてました。まあ、おおむねそういう意味では私が想定していたような判決だったと言えると思います。で、まあ、非常にこう長文の判決の中 の、 そのエッセンスのところが判決用紙という形で出ているわけですが、まあ、それを見る限りでは今回の判決はなぜ経営者個人の経営責任が問えないのかというところについて、まあ、ある意味では分かりやすい論理構成で判決が書かれてるんじゃないか、まあ、それによってもう今の法律で、経営者に当時の経営者に刑事責任を問うことは困難ですけど、それが逆にですねこういう重大な事故の刑事責任をどう問うていくのかと、誰の責任をどこの責任を追及していくべきなのかということについての、まあ、大きな示唆を与えているということも言えるんじゃないかと感じています。それは具体的には、どういうことでしょうか。まずですね、判決はどういう認識があったら、刑事責任を問えるのかということについてのこう前提をですね、まあ、非常にこう分かりやすい形で提示していると思います。細かいことを言うとですね、いろいろ刑事責任を追及していく上での問題があると思うんですよ。例えばこの事故は、例えばチェルノブイリのようなこう爆発そのもので人が亡くなったとかいう事件ではなくて、爆発の、まあ、間接的な影響によって、作業員の人が怪我をしたり、避難中の老人の方々が亡くなったりと、というちょっとこう因果関係が当初想定してないようなものを含んでるんで、そういったところについて予見可能性があるのかどうかっていうようなところもですね、一応問題はなりうるんですけども、そういったことではなくて、とにかく、10メートルを超える、津波が襲来するという予測予見ができたのかというところが最大の問題だという捉え方をして、そういう観点から検討している。ただ重要なことはですね、その予見可能性はどういう事故の回避措置が行われるべきだったのか、どういうことをしたら事故の防止が2011年3月11日の原発事故が防止可能だったのかということをまず明確にしているんですね。でその点について、これはもういずれにしても、十分な防止措置を取るまでは原発を止めるしかない、原発を止めるということを決断するべきだったと言えるだけの予見可能性があったのかどうか、それが問題なんだというふうに最初に提示してるんですね。でそういう観点で考えていくと、確かに予見のレベルもいろいろあるわけです。そういう大きな地震が来るんじゃないか、津波が来るんじゃないかということを、まあ、漠然と認識してたとかですね、そういう可能性は全く、
ないわけではないと思ってたということだけでも、一応予見は予見なんですけども、そういうレベルの予見があったかどうかではなくて、原発を停止する、一定期間原発を停止するということが経営者として行われるべきだった、そうすべきだったと言えるほど明確な、大津波襲来の予見が可能だったかどうかという観点から、判決はこの3人の、経営者の人たちの経営責任を判断しているということで、そういう意味では、まあ、私は非常に分かりやすい論理だというふうに思いました。つまりその止めるところまでほどその予見の可能性というのはなかったという判断があったということですね。これが仮にですね、そういう地震が起きるかもしれないと思った時点がかなり早い時点で、でそういう報告も受けてそういう対策を取るべきだとというふうに言われた時点がもっとずっと早い時期で、そこから先対策をやる時間が十分にあった。止める以外の対策があると、止める以外の、稼働させながら対策を行って、十分な対策を行ってそのまま継続することもできたということであれば、そういう対策工事を行わなかったことが過失と、ということになるわけですね。で、それは少なくとも原発事故の場合は困難であったと、結局は止めるしかなかったということを前提に考えているということなんで、それは経営者、当時の経営者個人としては、行いがたかったという判断になったということだと思います。その見方だとね、結局、まあ、これ検察はまあ不起訴に2回不起訴にして、結局検診で、まあ、起訴相当2回出て強制起訴という、案件だったわけですけれども、事案だったわけですけれども、まあ、やはりその強制起訴でそういう形で個人を、特にまあこういう大規模な事故の場合に個人を訴追してもですね、なかなかそれを、特にこのような業務上、まあ、過失致死あるいは過失致死傷で立件するということの、まあ、困難さのやっぱり一つの宿命みたいなものを今回もその感じざるを得ないところもあったわけなんですけど、ただ一方で、まあ、大規模事故ですからたくさん犠牲者被害者がいて遺族もいたりしますし、その遺族感情なんかを考えるとですね、個人を訴追するの難しいから結局無罪でしたっていうのだと、なかなかやはり納得できない方も多いと。やっぱりその場合に何かちょっとこれについてですね、まあ、まだこれもちろん控訴続く可能性もあるわけで終わったわけではないんですが、少しちょっとこれをこのままでいいのかという思いもあるんですけど、それについては郷原さん、何かお考えありますか。まず今回の刑事裁判の意義ということなんですが、私は、まあ、今回無罪という結果に終わって、で控訴されるでしょうけども、おそらく、まあ、控訴をしても結論は変わらないと思います。でそういう意味では検察審査会の起訴すべきという判断は、まあ、結局通らなかったということになる可能性が高いんですが、私は意味は十分にあったと思いますね。この裁判が、刑事裁判が行われたことの意味は十分にあったと思います、と言いますのは、はい、というのは、まずこの事故を起こした東電の会社の中で何が起きたのか、どのような議論が行われていたのか、そしてその経営者の人たち、経営責任が問われた経営者の人たちは一体どういう認識でどのように対応したのかというようなことが、これ刑事裁判でなければ明らかにならないんですね。今回の刑事裁判はその点が相当程度明らかになった。それだけでも私は非常に意味のあるものであったとは思います、それがですね、まあ、過去例えば福知山線脱線事故も同じようなパターンで、歴代の経営者が強制起訴されて刑事裁判が行われたんですが、あの刑事裁判などは本当に解明されるべきあの事故のプロセスではなくて、事故よりも7年も8年も前の ATS の設置の義務があったかなかったかというようなところが刑事裁判で審理の対象になってたんで、本当の意味の事故の真相解明が行われたというような思いはあんまりなかったと思うんですね、被害者遺族の人たちにとっては。
で、そういう意味では今回の刑事裁判では原発事故で避難している人たち、あるいはその過程で肉親を亡くされた方々にとってもやっぱ知りたいと思っていたあの事故に至る経過についても、まあ、相当程度明らかになったんじゃないか、そういう意味では意味はあったと思うんです。しかし結局刑事責任は問えなかった、誰の責任かが結局明らかにならなかったじゃないかということで、まあ、失望という結果に終わった。じゃあそれをどう受け止めたらいいかということなんですが、やはりあのここがどうしてもですねこう理解されにくい面があるんですけども、一言で刑事責任といってもその個人の刑事責任の問題とその組織の問題とはやはり別の面から考えないといけないと思います。今回は業務上過失致死傷ということで刑法犯で刑事責任を問うものであったために個人の責任しか問えないんですね。でそこであのこの今回東電の、まあ、トップを含めて3人の経営者の人たちの個人の刑事責任が問題になったんですが、そうなると結局ですね先ほども言ったようにこの判決の論理からするとその個人として原発を止めるという決断ができるほどの状況だったのかという個人の判断の誤りが問題なんです。ところが判決も詳細に認定しているようにおそらくどの経営者であってもそういう判断はできなかっただろう。まさにその国の政策の下で、まあ、いろんなその、議論が行われてですねその議論の中で、長期、評価というものも出てたけどもそれに対してそれがすぐに具体的な防災対策を取って原発を停止すべきだというところまで、世の中のその意見としても求めてたのかって言ったらそうはなってない。そうするとそこで個人の行動として原発を止めるという決断をすべきだったかって言われるとこれは難しい。だから個人の刑事責任には問えないということになるんです。しかしじゃあそういう個人としてはどうにもならない状況になっていたのはなぜなのかというと、それはそれまでの何十年にもわたってその電力の供給を原発という、まあ、じゃあ非常に危険な、設備ですねに依存してきた、そういう電力供給を行ってきた東電、まあ、東電だけではないんですけどもそういう企業そのものの責任ということにしかならないんじゃないか。そしてそのそれも東電という会社だけの問題ではなくてその背景には国の原発政策っていうのがあるわけですね。結局個人の責任が問えないということは逆にこれだけ悲惨なこれだけ重大な事故を引き起こしてしまった責任は企業組織であり、そしてその背景にある国の政策の責任だということが、まあ、逆に示唆されたとというふうに受け止めるべきだと思いますし、少なくとも個人の刑事責任が問えないということで終わらせるんではなくて今後はやはり企業の組織の責任が問えるような方向で、まあ、刑事の法制度を考えていくべきじゃないかと思います。そうすると今回のように刑事裁判に持っていくことによっていろんな真相が明らかになるんですね。そのための法制度を作るべきじゃないかと思います。具体的にね、まあ、今向原さん一つはまあ企業、はい、個人としてそこまでは求められなかったかもしれないけど企業の方に責任を求めることは、まあ、できた可能性が高いと。一方でこれは判決にもありますけど政府の規制もそこまで絶対的な安全を求めてなかったというような表記が、はい、まあ、ちょっと引っかかる表現なんですけども、はい、あるとということは、まあ、やはり政府にも責任があるというふうに読める判決になっているわけですよね、はい、そうするとじゃあ個人ではなくてもっと大きな責任がもっと大きなところにあるんだっていうふうに裁判所は判断しているように見えるんですけど、まず一つはじゃあ順番に聞いていきます。企業のその責任を問うという方法でね、まあ、損害賠償請求というのはその民事ではやってると思うんですけども、
一つはやはりこれだけの、まあ、実際に死者も出ているし、いろんな方が健康被害も含めて実際に障害を負っているわけなんでね、その意味では、刑事という意味ではまず現行では何ができて、それでできないとしたらどういう制度が五原さんとしては導入されるべきだというふうにお考えですか。こういう重大事故の刑事責任の追及全体を考えたときには、私はまだまだですね、今の刑事法制度には改善の余地があると思います。でそれは、事故自体の責任、今回のように業務上過失致死傷罪という刑法犯として、責任を問うしかないんですね。ところが刑法犯には、法人の責任を問うという規定がないんです。ですから全て自然人個人の責任しか問えないんです。で一方で特別法、刑法以外のですね、いろんな法律があります。でその特別法には両罰規定というのがあって、その法人の、業務に関して、法人の役職員が、犯罪行為を行ったときには、その役職員個人だけではなくて法人に対しても罰金刑を科すことができるという規定はもうある意味じゃ大部分の法律にその両罰規定がついてるんですね。罰則のある法律には今回日産の時にその話をして、ね、いただきましたね。ですから、ね、その重大事故の刑事責任についてもそういう両罰規定が使えるようになれば、両罰規定が創設されて、法人が両罰規定によって処罰できることになれば、事故の刑事責任を法人について問うという方向に大きく前進することができるんじゃないかと思います。でもちろんですね、それを刑法犯全体に両罰規定ということになると、これはもう刑法の体系そのものを変えないといけないんで、やはりそれ大変な話になりますから、まあ、その中の業務上過失致死傷罪、しかも組織、企業などの組織が関わって、発生した組織の活動に関連して発生した事故の刑事責任について特別にそこを、まあ、刑法から切り出して特別法として処罰の対象にする。でそこで両罰規定を創設する。それは国会だけでできるっていう、これは立法でできます。理論上はほとんど問題ありません。そういうことをもう、2年半も前からですね、福知山線脱線事故の遺族 の方々が中心になって、笹子トンネルの事故とか関越道のバス事故とか、いろんな悲惨な事故で肉親を亡くされた方々が会を作って、なんとかそういう重大事故の刑事責任を法人に対して問えるようにしよう、両罰規定を、設ける立法を求めていこうという活動をずっと続けてきてるんですね。まあ、去年は山下法務大臣も、まあ、そういうその動きに対して関心を持って、その会の幹部の遺族 の皆さんと会談をしたりということもあって、まあ、少しずつそういうことに対して世の中の関心も向いてきてます。まあ、そういう意味でですね、重大事故の刑事責任を法人に問うということに関する法制度を整備する、まあ、今回はいい契機になるんじゃないかと思ってます。確認ですけど、じゃあ業務上過失致死傷は今はその、組織罰、両罰規定がないわけなんですね今は。ただ、他の法律の中には特別法として刑法以外の法律、刑法以外のところで両罰規定があるものもあると、はい、ちょっと身近なもので例えばどんなものが今両罰規定があるんですか。例えば金融商品取引法もそうですし、独禁法もそうですし、そういう経済法でとか、いろんなこう危険をですね防止する食品安全とか、そういうことに関連する法律もあらゆる法律に企業活動に関わって発生するですね事象に対して適用される法令には両罰規定があります。ただ業務上過失致死傷にそれがないと、この大規模事故なんかでは使えないことになるわけですね。法人がその事故の刑事責任を問うのは、なぜ業務上過失致死傷ですか。だいたいで刑法にはその両罰規定ありませんから、はい、今は問えないんです。ですからそこの部分を刑法から切り出して、特別にそういう事故については両罰規定を適用するという規定を作るということなんです。
で、そうするとですね、例えば尼崎の脱線事故のような事故、あれは行為者として明白に刑事責任を問うべき、問われるべきの対象は運転手の人です。運転手なんですね。運転手はもう亡くなってます。ですから運転手個人の責任は問えません。しかし運転手について亡くなった運転手について業務上過失致死傷罪が成立するということの立証は十分可能です。でそれについて法人が十分その監督責任、専任監督上の責任を尽くしたかどうか、で安全確保のための義務を尽くしたかどうか、それが問題になるんですね。それを十分に尽くしてたということが法人側で立証できれば免責されることになるんです。全く責任のない法人を処罰しろという話じゃありませんから、そこは本当に安全対策十分だったのということが刑事裁判で問題になり、それが争点になるんです。ですからまさに今回のですね、刑事裁判の問題になったように社内でどういう議論が行われてどういう対応をしてたのかというようなことが刑事裁判で問われることになるんです。それが、ある意味ではですね、今までも重大事故 の、 被害者遺族の人たちがずっと求めてきたことだと思うんです。行為者そのものの責任は例えば死亡によって問えなくても法人の安全対策のあり方をその刑事裁判で問うことができる。で、ただ一つ限界があるのはですね、これはずっと昔からこう主張されてきた法人の行為そのものを刑事責任の対象にするということではないんですね。それはちょっと今の現行の刑法の体系そのものを変えないといけないし、立法上非常に難しいんです。ですからある意味では個人の刑事責任を媒介にして法人の安全対策の在り方を問うということなんで、監督責任を問うと、ですからその個人の刑事責任が問えない、責任が成立しないという時には残念ながら法人の責任も問えないんです。そういう意味では今回 の、 原発事故の刑事責任はその個人が犯罪が成立しないという判断ですから、今回のケースにストレートに、量罰規定による、刑事責任の追及が可能だというわけではないんですが、そういう量罰規定の適用によって刑事責任を問う余地というのはどんどん拡大していくと思いますし、個人の責任よりも犯罪はギリギリ一応成立するんだけども個人の責任は問わないで、そういうことに至った法人の安全対策とか専任監督上の責任の方を追及していくということも可能だと思いますし、大きな一歩になっていくことは間違いないと思います。ただ小原さんね、これ、もちろん原発もそうですけど、今後、技術がこれだけ進むと、いろんな意味でいわゆる大規模災害って、そのいわゆる天災じゃないような大規模災害っていうのがね、いろんなところで起きる可能性っていうのが出てる中で、先ほどおっしゃったように日本 の、 その伝統的な法体系ではそういう法人を責任を第一義的に問うことができないって言いますけど、だからまず個人が問えないと法人に行かないっていう話になってるっていう話ですけど、それだとちょっと時代遅れな感もするんですけど、これはもうやっぱりもう大層な作業なんですか、これをそれをやり直すっていうのは。実際にその作業が大変だということ以上に、じゃあ法人の行為って何なのかというところを特定するのが難しいんです。でしかもここで問われるのは何かをやったって話じゃなくて過失ですから、法人としていつどこでどういうことをやらなかったことが過失だとということの捉え方はもうなんかこう漠然とした話になってしまって、刑事責任をなかなか問えない。しかし今回も結論としては無罪に終わったけども、やはり個人の責任というものを主題にして刑事裁判をやってきたためにここまで事案は解明できたじゃないですか。だからそれをギリギリまで追及していくわけです。で場合によっては個人は起訴猶予にして、で法人の安全対策の方に問題があったんだと言って、そっちの方を主題にしていくことだって可能なんですよ。ある意味ではちょっと免責を与えて、ね、捜査協力させるみたいなのに近い形になりますけどね。司法取引の第15事件と反対で、はい、その個人の方を免責して、
逆にその法人の方の責任を問うということですね。さっきの話でもう一回もう一方で政府ですね、はい、じゃあまあ、法人に問えるようにするところもちょっと工夫が必要、一方で判決にあるように政府もそこまで求めてなかったというようなことが判決に書かれている、だとしたら政府にも責任あるじゃないかと、そういう思いを持っている方も多いと思うんですけれども、これはどういう形でその思いというのは実現できるんですか、司法の場では。刑事責任の追及の場で国の責任を追及するというのはこれは無理です。できない、うん、しかし今回は経営者個人の責任の追及の場で、でやはりその背景には、まあ、法人企業の責任もあるじゃないか、そしてさらには国の原発政策にも問題があったじゃないかというふうにみんなやっぱりちゃんと思い至ったと思うんです。それが法人の責任が追及されることになると、もっとより直接的に、国の在り方、国の政策の在り方、国の責任というのも訴状に上ると思うんですね。結局ね、あれだけのことが起きたのに誰の責任でもないっていうことはどうしてもありえないだろうと思った方っていうのはその被害者ならずとも多いと思うんですよね。でも今のところ、まあ、結局責任という意味では無罪になっちゃったと。これは最終的にはこの思いっていうのはどこに持っていけばいい。私は今回本当無念な思いが残ったと思います。被害者遺族の方々には本当失望に終わったと思います。それをですね、まあ、起こっちゃいけないけども今後も悲惨な重大な事故が起きたときにこういう失望無念の思いっていうのを少しでも軽減できるように、少なくできるように法制度の整備の方に持っていくべきだし、それによって刑事裁判の場で被害者遺族の皆さんが本当に知りたいということを解明する場にできるような制度を作っていくということが必要だと思います。まあ、大きな作業ですけど、まず一番身近で着手できるとしたらどの辺になりますか。そうすると、まあ、これは政府の立法としてやるのか議員立法としてやるのか、まあ、どちらも考えられるわけですけども、やはり両方からそういう動きを始めてもらいたいですね。国会議員の人たちはそういう被害者遺族の皆さんの思いを受け止めて国民の声を代弁しているのが国会議員の人たちですから、しっかりそういう立法の動きを具体的に進めていってもらいたいし、やはり法務省の方でも、私はもう理論的には法技術的にはほとんど問題ないと思いますけども、具体的にどういう法律にしてどういう条文にしていったらいいのか、対象をどういうふうにしていったらいいのか、やはり実務的に詰めないといけないところがたくさんあるので、そのあたりはしっかり法務省で検討してもらいたいと思いますね。何が逆に壁になっているんですか、これは。両罰規定に関しては壁はないと思います。壁はない、単に政治的な意思がない。いや、まあ、真剣にやろうとしてなかったというだけじゃないかと思います。分かりました。最後に五郎さん、せっかくなんで今日のちょっと青梅の件を最後に、じゃあ簡単にお話しください。まあ、この事件は人質司法の、まあ、常識に挑戦をしている事件です。警視庁捜査2課が、まあ、大々的な強制捜査で青梅市役所まで捜索をして、青梅建設業協会の会長の建設会社の社長を逮捕した。で、当初からもう社長はずっと自分は談合に当たることはしてないと全面否認してたんですが、まあ、その後否認のまま起訴され、まあ、数ヶ月勾留された上、第一回公判ではもう体調も悪くなってもう耐え難いということで、結局まあ心ならずも骨事実を全面的に認めて、検察官の請求証拠も全部同意をして、まあ、通常ならそこでもゲームセットなんですが、まあ、たまたまちょうどその前後に私家族の方から相談を受けて、保釈されて第1回で保釈された後の、まあ、その被告人の方から詳しく話を聞いて、で証拠も全部見直したところ重大な問題があると
この検察官の提出した証拠を前提としても無罪を十分争っていける事件じゃないかと、ということを思ったん で第2回の前に私が弁護人を受任して、弁護人交代して罪状認否を変更して、それから徹底してですね、弁護人の反証を行っていた。で、一番その重要な争点になったのが、公正な価格を害する目的があるのかどうかというところで、談合ってですね、その入札に参加する、業者同士で何かちょっと話をした、連絡をした、それがあれば全部談合ってわけじゃないんですよ。その意思連絡というのはいろんな目的でいろんな形で行われることがあり得るので、談合罪として処罰をされるのは、工事を取りたいと思っている業者が、たくさんというか複数いて、それをみんなで話し合って特定の業者に絞り込めば、そうすれば必ず価格が高くなりますよね。その分我々納税者が不利益を受けることが、それが犯罪なんですよ。それが、詐欺みたいなもんですから、不当にその利益を得る犯罪ですから。ところがその事件は、その発注者である青梅市役所の側が大きな土木工事だったんですけども、そのままだと誰もどこの業者も受注しない、入札不調になってしまって予定通り工事ができない、本当にそれで青梅市の方が大変困った事態になるということを、懸念した建設業協会の会長ですから、その会長の立場で、自分がもう引き受けるしかないということで工事を受注した。意思連絡がある、意思連絡というのも、お宅受注する気ないかということを一応確認した程度なんですね。そういうことがあったとしても、談合罪には該当しない典型的なケースなんですよ。こういう事件でなぜ そういう建設会社の社長としてですね、真面目に誠実に仕事をしていた会社の社長を逮捕したり、長期間にわたって拘留したり、もう絶対その罪を認めないと出さないという人質法で押し潰そうとしていた。私はそういう検察の在り方が問われる事件だと思ってますし、そういう面で今日、検察はもう当然これだけの事件ですから懲役刑求刑を予定していたはずですけども、罰金刑に落としてきました、論告で。半分白旗を上げたようなもんだと思うんですけど、休憩がね、休憩がですね、今日が判決なんですね、今日判決です、今日の判決で、罰金なんていう中途半端な結果ではなくて、もう完全に無罪と、という判決を今日は期待をして、期待してこれから判決に、そうです、立川に行かれると。はい、これはどのパターンですか、幹部の功名心のパターンですか、それともなんか交通事故みたいにたまたま変なのに当たっちゃったパターンですか。こういうことが起きてしまった、これ結構ごはんさんいろいろ身の鴨の、いわゆる幹部の功名心パターンとかいろいろあったじゃないですか。結構これはどのパターンですか。結局その警視庁捜査2課が、強制捜査で、こういう人物を逮捕したいという時、事前に相談するんですね、検察に。無理な事件はこれはダメだと言って諦めさせないといけないんですよ。それ警察はやりたいやりたいと言いますから、そこで全然歯止めが効かなかった。無理な事件で逮捕にゴーサインを出し、で拘留して起訴してしまった。でその後も、もうとにかく何が何でも有罪判決に持っていくんだということで、突っ走ってしまった。警察主導のパターンですか。警察の無理な捜査を検察が追認し、その後は検察がもう有罪の方向に突っ走ってしまったと、そういう問題ですね。なるほど、わかりました。またちょっとじゃあ、ぜひその報告楽しみにしてます。はい、どうも、じゃあ今日はありがとうございました。